ドラゴン久保達彦の伝説言わせて。5位、センタリングをジャンピングボレーで決めた試合後のインタビューで、なぜトラップしなかったかと聞かれた久保は、トラップめんどくさかったからと答えた。4位、試合後のユニフォーム交換でもらったユニフォームはいらないから知り合いにあげていた。3位、シャワーを浴びた後なぜか体を拭かないため、ロッカールームがいつもびちゃびちゃだった。2位、ノストラダムスの大予言を信じていた久保は2002年の日韓ワールドカップに出たいか聞かれた際に、1999年に世界の終わりが来るのでそんな先のことは、と答えた。1位、シカがグラウンドに入ってきた時に漁師さんの到着を待ったが遅かったため、久保が素手でシカを倒した。